はい、こんにちは、集華堂の田中です。ですね、今日は千葉美香さんに画廊に来ていただきました。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ですね、こちらにある作品は今度シンガポールでちょっとした展示会があって、それに出してもらう作品を持ってきていただきました。それから、ね、明日大事なんですけど、明日ね、銀座6で明日から千葉美香さんの作品をフィーチャーした蔦屋さんですよね、蔦屋さんのでやる割と大きな仕掛けの展覧会があります。どういうものか説明してください。はい、展覧会の名前はアーティストが見た沖縄忘れられない一瞬絵展という展覧会なんですけど、沖縄県の主催のイベントで沖縄を PR する展示になっています。アートを通して沖縄を沖縄の魅力を伝えるという展示なんですけど、私が展示する作品の他にも沖縄のプロモーションビジュアルのポスターが展示されていたり、動画が公開されていたりするので、来ていただいた人に沖縄に行きたくなるような楽しい気持ちになるような展覧会になるんじゃないかなと期待しています。ご本人は、明日オープニングなんですかね。はい、明日、いらっしゃるんですか、会場に。はい、じゃあ明日の、金曜日に、蔦屋さん、銀座6の蔦屋さんに行くと、千葉さんご本人に多分会えると思います。はい、一応土曜日にお帰りになる予定なんですよね。はい、はい、でも土曜日台風来てるんで、もうちょっといらっしゃる可能性が高いんじゃないかなと思いますけど、普段どんなこと、これちょっと基本的に千葉さんは水を使った作品を、書き続けていると思うんですけど、どういう考え方で今制作してるんでしょうか。自分が実際に見て肌で触れて感じて感動したことを表現したいと思って制作してるんですけど、水のキラキラ感とか歪んだ像とか、その光の屈折とか乱反射による見え方をどうしたらもっと表現できるかなっていうのを考えて、今までずっと制作をしてきて、最近意識していることは、透明の絵の具を線を重ねることによって交差させて、その交差させた交わったところに光を入れていくっていう、そういう方法で透明感とキラキラ感と揺らめきっていうのを表現するように意識していくと、光の当たってないところもそういう描き方で描いて面白い画面を作り出せたらなっていう、いろんな描き方を一つの画面で取り入れて、それをうまく調和させたいなって思いながら描いてます。この作品は、ニュージーランドっておっしゃいましたっけ、はい、結構いろんな海外とか沖縄とか取材に結構行くんですか。はい、
行きます。知床とか。知床も。はい。あ、知床も。全然し海の表情と違うでしょうね。全然違いますね。ああ。まあでもあなた北海道にお住まいだから知床はむしろまあなんていうかな感覚としては近いですね。はい。車だけで行けるんだ。飛行機使わずに。ああ、そうか。ちょうど僕はこの夏行きましたけどね、知床に。あ、本当ですか。はい、夫婦で行きましたけどね。はい、夏なんで厳しい自然ではないけど、でも知床の表情を見ようと思ったらどっちかというと寒い時の方がいいのかな。私は寒い時に行ったことがないので、行ってみたいですね。雪の表情と合わせて描くのももしかしたら面白いかもしれないですね。はい、あ、なるほど。他にどんなとこ行ったんですか。他は瀬田名町。瀬田名町っていう、はい。シャコタンよりももっと南側の函館寄りなんですけど、すごく海が綺麗で。そうか。南の島のイメージがあったけど、そういう北の海も描いてるんですね。はい、なるほど。今回は沖縄の、で取材したものを展示されてるんですね。はい、今後行ってみたいところとかありますか。高知、四国に興味が。ああ、なるほど、はいはい。水が綺麗なところって、また表情も全然、きっと北海道とも沖縄とも違うものが見えるんじゃないかなって。あ、なるほどなるほど。そうか、それは面白いですね。はい、説明的なそういう風景というよりもその海の表情、なんかかなりなんかあまり説明抜きに水のなんかその色とかきらめきとかそういうもので海を表現してるから、その地名っていうものがまた情報として分かると、はい、なんかすごい直感に訴えてくるものがあって面白そうですね、なんかね。はい、なるほど。まあ、というわけで、明日から何日間ですか。10日間、はい、明日、何でしたっけ、11日11日です。11日から、何日まで。20日まで。はい、銀座6さんで何回だったかな。6回です。6回でやってますので、ぜひこの動画をご覧になった方はぜひ、いらしてみてください。まあそのぐらいしておきましょうか。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい。